これでとどめ。未来がどうなるかなんてわかんないけど、今が最高ならきっと最高な未来につながってるよ。そのために私ができることを一瞬一秒全力でやるだけ。プロデューサー、ちょっと待ってください。もう一度私の企画書を。十分見た。企画会議は終わり。お前の企画はボツ。何回言ったら分かるんだ、遊べ。企画通してくれるまで何回でも説明させてください。きっと企画書だけでは私の情熱は伝わらないんです。お得意の魔法少女ものが作りたいって言うんだろ。お前の情熱は十分伝わってる。だけどな、もう魔法少女ものが流行る時代じゃないんだよ。いい加減、時代に合った企画を作れるようになってくれ。でも、私は魔法少女のアニメが作りたくて、このアニメ制作会社に入ったんです。トビオさんは、誰よりも私の気持ちを分かってくれてると思ってたのに。ここで名前呼ぶなっていつも言ってるだろう。誰もいないんだからいいじゃん。何度も言ったけどな、違う企画も作れるようにならなきゃこの先やっていけないぞ。イロハが作りたいものが何かは十分分かってる。でもそれは違うものにも目を向けてみた結果か。違うだろう。イロハはそもそも視野が狭すぎるんだ。でも私が作りたいのは。いい加減大人になってくれ。いつまで経ってもそんな考えじゃこの先付き合いきれない。付き合いきれないって、それって仕事のことだよね。プライベートのことも含めてだ。このことはまたゆっくり話そう。とりあえず来週までに新しい企画書を持ってくること。以上。
愛くてかっこよくて何より面白いのに、それだけじゃどうしてダメなの？私この仕事向いてないのかな。ヒロは起きて。なんか懐かしい声が聞こえるな。この声は…カオリン？イロハ、いい加減起きてってば。先生がめっちゃ怖い顔でこっち見てるよ。え？なんだ、夢か。また寝るのよ。いったー。う、痛い。え、でもちょっと待って、痛いってことは夢じゃないってこと？面倒。夢じゃなくて過去に戻ってきた。はい、バッチリです、先生。過去に戻ってきたってことは今から違う職業を目指せるってことだよね。もう一回人生をやり直せるなんて最高じゃん。将来学校の先生目指すんだっけ？あれ、いろはに言ったっけ？まあそうだね、一応教員免許が取れる学校を目指してるよ。超いいと思う。絶対いい先生になれるよ。そうかな。なれるっていうかなってるんだけどね。頑張れ。イロハは進路どうするかもう決めてるの？私はもうちょっと考えてみるつもり。なんていうか、もっと視野を広げてみる的な。ふん、そうなんだ。それならさ、イロハにお願いがあるんだけど、一緒にボランティア活動に行ってみない？ボランティア活動とかしてると進路に有利っていうか内申点が良くなるらしくて、参加しようと思ってるんだ。いろんなことに挑戦する機会もあると思うし、一緒に参加してくれないかな？いいじゃん、私も参加する。麻生部さんと友永さんだっけ、二人とも参加してくれるのは初めてだよな。あ、はい、よろしくお願いします。あれ、この人どこかで。俺、あかりトビオです。まあ俺もボランティアの一人なんだけど、わかんないことあったら何でも聞いてくれ。俺たちどっかで会ったことあるっけ？若い時のおじさんにめっちゃ似てて勘違いしちゃった。初対面です。ごめんなさい。そうなんだ。まあいいけど。
手なこと言ったら変に思われちゃうよね。でも若いトビオさんともっと仲良くなりたいな。トビオさんは今社会人？よかったらお仕事の話聞かせてほしいな。あ、ごめん、実は俺フリーターなんだよね。これといってやりたいことがなくてさ、社会勉強がてらこうやっていろんなボランティアに参加したりバイトしたりしてるんだ。そうなんだ。あ、じゃあ私も一緒に参加したい。私も受験生なんだけど、やりたいことが分かんなくていろんなこと体験したいって思ってたの。ねえトビオさん、次は何のボランティア活動に参加するの？私も連れてってよ。なんで俺が。まあ人が増えて困ることもないだろうし、別にいいけどさ。やったー、トビオさんありがとう。リンゴさんたちを返せ。しかしネズミくんはスタから逃げていきます。え、この後どうなっちゃうの？私も超続き気になる。みんな準備はいい？それじゃあ行くよ。イベントの設営スタッフって聞いてたけど、イベントってヒーローショーだったんだ。ちっちゃい時大好きだったな。せっかくだし見てから帰ろうかな。あ、トビオさんも一緒に見ようよ。わかったから、喋ってないで手を動かせって。はーい。トビオさんってさ、ここのボランティアもそうだけど、図書館での読み聞かせとか子供に関われるボランティアに参加してるよね。バレたか。本当はさ、子供たちが喜ぶような仕事に就きたいって思ってるんだけど、なかなかこれってものがなくてさ、未だにフリーターやってるってわけですよ。トビオさん、最初からあの会社に入ろうと思って入ったわけじゃなかったんだ。こういうのって未来のことを教えちゃいけないってお約束があるけど、ちょっとそう仕向けるくらいはいいよね。じゃあさ、アニメの制作会社に入るってのはどう？トビオさんもアニメ好きって言ってたし、子供たちに楽しんでもらえる作品もたくさん作れるよ。どう？いいアイディアじゃない？簡単に言うけどさ、俺には何の知識もないし、入りたいって言って入れるもんじゃないだろう。そんなことないよ。今からだって勉強はできるんだし、それにきっと向いてると思う。私が保証する。無責任なこと言うなよ。イロハはまだ学生で、今から何にでもなれるからそんなことが言えるんだ。イロハは自分の進路のことだけ考えろ。俺のことはもう放っておいてくれ。じゃなきゃ俺みたいになるぞ。そろそろ本格的に進路決めなきゃな。
一人でもいろんなボランティアに参加したり、いろんな企業説明会とか行ってみたりして、自分なりに視野を広げてるつもりだけど、やっぱり私はアニメが作りたい。そんな子に私の作る魔法少女を見てほしい。好きになってもらいたい。それ以上の夢なんてないよ。すぐ本格的に進路決めなきゃだろ。いいのかよ、ボランティアに参加してて。自分で誘ったくせに。それに私はもう進路決めたから大丈夫だもん。おお、やりたいこと見つかったのか。うん、私アニメ制作会社を目指すことにしたよ。経験もないし向いてないかもって、また悩んじゃうこともあるかもしれないし、やる気だけしかないけど、でもそれだけだけど諦めたくないんだ。それでいつかサマーランドの大きなステージで自分が企画したアニメのイベントやるの。視野を広げても、もっといろんな経験をしても、私は変わらずにアニメや魔法少女が好きだって気づいたから、もう迷ったりしないよ。俺が悩んだ末にやっと出した答えを、どうしてお前は簡単に出しちゃうんだ。実はさ、いろはと連絡取ってない間、ずっと就職活動してたんだ。アニメを作る仕事に就きたくて、未経験の俺を拾ってくれた会社が一社だけあって、来月からそこで働く予定。決心できたのはイロハのおかげだ。それってなんていうとこ？私がトビオさんの未来を予言してあげる。トビオさんはね、アニメ制作会社に勤めて、いっぱいヒット作を生み出すプロデューサーになる。それで私の自慢の彼氏になるんだよ。なんだよそれ、新手の告白かよ。だいたいな、俺みたいな素人にそんなことあるわけ。何でもやってみなくちゃ分かんないでしょ。トビオさんなら大丈夫、あたしが保証する。すごいな、なんかイロハが言うと本当に実現する気がしてくる。信じなくても本当にそうなるんだってば。だから楽しみにしててよね。いっぱい喋ったら喉乾いちゃった。トビオさんのやつちょっともらうね。バタ、それホットワインだぞ。そんな生き延びなきゃしたら。あれ、なんか急にフラフラしてきて。遊べ、何ぼーっとしてるんだ。え、トビオさん？あれ、なんか急に老けたような。ちゅ、うわぁ、なにこの格好。おいおい、暑さで記憶が飛んだのか。そうだとしても
今の失礼な発言は聞き逃せないが、今日はお前が企画した魔法少女シリーズ10周年の記念イベントだろ。お前は今期の魔法少女のコスで司会担当。私が企画したシリーズの10周年記念イベント？ずっと目標にしてたもんな。今度はここで自分が企画したアニメのイベントやるんだって胸張っていけよ、いろは。お前が自分を曲げずに成長した結果だ。はい、頑張ってきます。ありがとうプロデューサー。イベント前はどうなることかと思ったけど、なんとかなるもんだね。私一人じゃ全然すごくなんかないよ。プロデューサーがいてくれたから目標が見つかったし、叶えることもできたの。プロデューサー、私と出会ってくれてありがとう。あなたと出会えたから私は成長できたんだよ。プロデューサー、そんなにこの衣装が気になってたの？この衣装本当によくできてるよね。本当に魔法少女になれたみたいで、実はちょっとテンション上がってたんだ。しかもね、記念日程もらっちゃったの。今度イベントスタッフさんたちにお礼しないとだね。手つきがいやらしくなってますよ。珍しい。それじゃあ早く帰ろっか。ちょっと待っててね、今着替えるから。これ、未来の魔法少女っぽくてかっこよくない？私のお気に入りのドレスなんだ。こういう魔法少女のアニメ、見てみたいな。もう、触るのはいいけど、もっと丁寧に扱ってよね。君もドレスを気に入ってくれたのは嬉しいけどさ。ちゃっかりどこを触ってるのかな？ここに触れていいのは、未来でもずっと一緒にいるって約束してくれた人だけ。